藤直樹、この須藤は J1 の鹿島に内定しています。バーッと後ろにボールを出して、その須藤にボールが出た。左には平原、そして今小川もいますが、これが14番の平原です。平原がさあ、ここは今その京都立花を守る時間帯です。ゴール前に来て小見のとこ、その翔平高校がここはボールをキープ、ゴール前に迫ってきました。小沢から、小沢がいますが、ここもボールは失いません。浮かせた小見のとこ、まあ、杉本が今対応へマッチアップをする形になって、うわ、ヒルマスが出た、平原行く、倒れた、趣味な選手ですね。7番の小川から小見へのボール、オフサイドない、小見ゴール前に須藤が来た、須藤だ、その前から平原が決まったところだと思いますね、はい、どうしても高さでは京都立花に分があります、うん、平均身長では5センチも上。元野さん、はい、京都立花2点先制されましたが、はい、1点目2点目その直後から抜け出した、小見だー、ふわっと頭を抱えた。元野さん、はい、京都立花の米沢監督ですけれども、西野と、これがスト、ストーは本当にいろんなところに顔を出しますね。そうですね、ストーから小見、ワンタッチパス、スト、さあどうだ、シュート打てるか、14番、2対0、翔平高校は前半の20分に小見が PK を決めまして1対0、さらにその4分後、平原14番の選手が決めまして2対0とリードを広げている緑の翔平高校、埼玉県代表、ここもヒールでパスした、ストーだ、ストーだ、ストーだのシュート、ストーだ、小見だ、スルーした、新井の、新井が抜け出してもう一度行く、翔平チャンス、7番の小川の2回戦の経過、40分ハーフのこの選手権の2回戦、抜いた小沢だ、小沢が行く、まだ行く、ストーだ、スト、下げた、ミドルシュート、橘、翔平高校はストーがボールを持った、ストーが行く、ストーから小見だ、ワンタッチだ、スト、小川がボールキープ、この辺りが、これが翔平のテクニックです。ゴール前には新井と小見がいますが、迎えました、残り5分、翔平が突破、抜け出した、抜け出した、小見のドリブル、3分あります、まだ中野さん3分ありますからね、まだね、あの一つ返せばっていうのを翔平が昨日やってますからね、やってますからね、はい、うわ、しかしここの激しいボールのキープの試合、はい、ゴールキック、